こんにちは。こんにちは。作曲家、編曲家、ギタリスト、サウンドクリエイター、田中義則の防備録へようこそ。今回はコンプ。ペダルコンプだな。コンプはラックの方が需要があるけど、今回はギタリスト向けなのでペダル。MXR のダイナコンプは今も定番だしな。パコパコするためにあると思ってるわね。突っ込まないぞ。では、本題。ペダルコンプはギター本体の出力に依存する。かかるタイミング。スレッショルドを変更できないものは使いにくいと感じる人が多いな。サーノコージコンプみたいに、原音とコンプ音を調整できるものもあるけど、根本的な解決にはならないわね。ストラトキャスター、シングルピックアップ、出力は低め。そういうギターが主流だった時に作られたコンプは、スレッショルドがあることが少ないわね。EMG 大好きなウプ主は苦労してたな。昔はヴィンテージ大好き、塗装剥げたのが好きだったのにね。今じゃ、EMG、ダイレクトマウント、SSH、ジャンボフレット。フレットはステンレス。アコギもステンレスにしようとしている怖いもの知らずだからね。リペアが怖いな。話がそれたけど、今時のピックアップを乗せているなら、スレッショルドがあるものがおすすめ。サーノウッドシート。カール・マーチンのコンプリミッター。本題2026。どれも2万円から3万円、それ以上ね。高いんだよな。使いやすさならカール・マーチンだけど、廃盤だしね。アンディ・シモンズモデルも廃盤だしな。ウプ主はアンディ・シモンズモデルと、サーノウッドシードを愛用してるわね。サーはギターのアタックが良い塩梅で単音向き。カール・マーチンはフルレンジなので白玉系には最高。カッティングはその時の気分で決めてます。手放しましたが、アヤの R コンプ、パッシブのシングルには最適でした。ストラトだと、手元のボリュームで調整して常に抑えめにするから、そこで音色調整もするんだな。ちなみに、コンプは0、レベルはオンオフで変わらないぐらいが目安。それでもコンプはかかります。完全なオフにはできないんだな。それはサーノコージコンプも同じ。ウプ主的にはボスの X シリーズのコンプも良かった。DTM をやっている人には馴染みのある質感なんだよな。ちなみに、アタックとリリースは、曲のテンポとリダクションメーターの動きを合わせると失敗は少ないです。これはミックスにも言えるな。ペダルコンプは質感を求めて使うので、気に入るものがあったら複数使い分けもありです。音の粒を揃えるのが本来の用途だけど、うまく使えばクオリティがぐんと上がるぜ。ピレる場所もギターのすぐ後が定番だけど、アンプの直前の人もいる。ルカサーがそうだな。と、まあこんなところで。次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくだぜ。バイバイ。じゃ。